るように動く糸、まばたきをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、力を、全てを出し切れ。進め、前に進め、前に進め。僕の意図を物ともせずに突っ込んでくる。そんなことあってたまるか。無惨様からいただいた力、こんな奴に負けるわけがない。お前なんかさっさとバラバラになってしまえ。俺はどんなことがあっても禰豆子を守る。お前なんかに禰豆子はやらない。はあ、死んでくれ。結局行くぞ。ケッケッロリア決起術。どうだ。こいついつになったらくたばるんだ。たとえ相打ちになったとしても、お前は今ここで倒す。やれやれ。行くぞ。見えた、月の糸。禰豆子、起きて。禰豆子、今の禰豆子ならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。血気術バケツ。わからん。だが僕の首は糸より硬い。切ることはできない。俺と禰豆子の絆は誰にも。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽で、なぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。決起術、あやめかご。
焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。暖かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は あら、どうして邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに、何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああそれ、すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。富岡さん、ああそうだ、あの時俺たちが出会った人だ。
禰豆子が鬼になって、右も左もわからない俺に、そしてまたここでも助けてくれた。感謝しか。体中が痛い、苦しい。足を止めるな。体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは隊列違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令伝令、炭治郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。炭治郎および鬼の禰豆子拘束し、炭治郎額に傷あり。あなた禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。この山での戦いは終わったのよ。